い、それではですね、これから第3分野のですね、施工管理について見ていくことにいたしましょう。で、施工管理はですね、基本的には施工計画というと、それから工程管理ですね、それから品質管理と安全管理と、この4つからできているわけです。したがって、ここでは施工計画のポイント、それから工程管理のポイント、品質管理のポイント、安全管理のポイント、こういうところをですね、これから説明していくことにいたしましょう。ではまずですね、この施工計画ですね、ここではですね、基本的には計画の届け出、ね、ということで管理をするための届け出をしなきゃいけないということで、例えばこの煤煙発生施設の設置の届け出、これはですね、都道府県知事に届け出ますよということですね。それから道路専用許可申請、道路を専用すると、専用っていうのはですね、例えば下水道で下を入れるとか、ケーブルで入れるとかということで、そのところを専用すると、ずっと使ってると、こういうの、これは専用ということですね。それに対して例えば移動式クレーンでもってエアコンの施設を吊り込むなんていう時は、これは道路管理者の方で、これ使用許可ってね、だから専用許可というのと使用許可というので、使用する、移動式クレーンなんかで使用する、そういった時は警察署長に届けてるとね、ということで専用の方は道路管理者、使用の方は警察、こういうところを注意して見ていくという、同じように出てきますね。煤煙が出てきて、また翌年にはこういうにまた出てきてでしょ、発生するというかということで、こういうことで、こういうどこに届けてるかというところを、ポイントとしていく。それからよく試験出てくるのはね、この衛生器具の廃棄物、これは産業廃棄物なんだね。でここをよく区別でされてるところで、例えば灯油とか軽油、これは燃えやすいので、こういうオイルタンクに残ったものは、これは特別管理産業廃棄物ってで、こういったような重油の場合は、残ってる場合はこれは産業廃棄物、だから衛生器具の壊れたなんかも産業廃棄物、この区別のところは結構試験よく、重油のところは産業廃棄物、灯油とか軽油のこの残油、こういうものは特別管理廃棄物だと、こういうところをですね、中心に理解をしておくというところがポイントになりますね。それから2つ目はですね、今度は工程管理ですね。で工程管理は基本的にはネットワークの用語をよく出る。でネットワークと対しているガントチャートとかバーチャートとかで工程表を比較すると、特徴を調べると、これが大体ポイントになってきます。例えばここにほらクリティカルパース、ね、クリティカルパース、これはネットワークの関係ですね。それからダミー、これもですね、ネットワークの要するに方向を示すやつですね、野線で点線でこう示すやつね、ここでもクリティカルパスと、こういうことですね、最長経路ですが、そういったような問題で、ここでもネットワークの問題、基本的にはだからネットワーク関係の用語がと、それからその他の工程表ということで、ポイントを見ていくと、ネットワークっていうのはだからこういうふうなイベントと野線でもって構成される、これをネットワークという。でこれは一番いい時はですね、これは作業の日程が分かるしね、それから作業の問題点、工程の問題点も判明すると。でこれと類似して、これに対応するのは一般のバーチャートね、これはだから大体大型の工事、だからこれ中型の工事ね、中小工事大体これ使っていく。でこれとこれはガントチャートっていうのはですね、これは完成率、作業は何パーセント終わってるかと、これ分かるだけです。バーチャートの方はですね、これ日にちが入ってる、何日から何日までいて現在どこどこで作業してますかという日にちがよく分かる。だからバーチャートは日にちが分かって、日にちが分からないのはガントチャートと、こういうその区別で、大きく分けて大工事はこっちを使う、中小は大体これを使うとね、でこれを簡易化したのがガントチャートですと、こういう認識でもって、整理しておくというのが工程管理のポイントということになりますね。だから品質管理はですね、基本的にはですね、一番ポイントはこれですね、デミングサークルってあるんですけども、これはですね、計画を立てて、それから作業を実施して、そしてその作業を検討して、そして、不都合があった場合は処置をすると、ね、これはプラン、ドゥ、チェック、アクション、これはですね、品質管理の基本ということです。ですから必ず品質管理というのは計画、実施、検討、処置によって、作業が流れていきますよ。一般にこういうふうに円形を書いてね、そしてこういう10点書いて、ここにプランを立てて、ね、
それから実施 do をして、ね、それからチェックをして、ね、それからアクションをする、まあ、こういうふうな順番にもこれはデミングサークルといって、これ品質改善の方法を示す。計画を立案して実施して検討して、そしてこれがいいかどうか判定して、より良くしてまた次計画に戻していくと。でこれをぐるぐる回しながら、まあ、工事が進まっていきますよっていうのがデミングサークルといって、品質管理の最も基本ですね。ここにも出てます。だからね、まあ、これに出てくると。それからじゃ あの品質がいいか悪いかというこの判定をする必要があるわけですね。でその時によく出てくるのはこれです。パレート図ね。これこうですね。パレート図。こういった時にパレート図だとかヒストグラムだとか、まあ、こういうあのそれぞれのですね、あのヒストグラムというのは棒グラムなんですけども、まあ、そういうものだとか、パレート図だとか、管理図だとかね、まあ、そういうふうなあのものがあの区別を明確につけておくということね。まあ、この図はですね、図を見たらこれパレート図といって、どんなふうに使うかというとね、例えばあの建物を建てたと、そしたら ABC 不良なところが何であったか、 ABC 一番多いか、どこが多かった順番で、例えば欠陥をこう並べるわけですね。でこの3つだけを改善すれば全てのですね、こっち側も改善されますよと、まあ、そういうものの考え方で、やるのがこのパレート図というね、図の書き方ね、要するに、欠陥の頻度の多いものが並べていって、それをこう累計してね、こういう折れ線で累計する、ね、まあ、そういうことで、こっち側は累計の累計です、こっちが折れ線、まあ、折れ線と申します、ね、折れ線でもって、やっていくと、まあ、こういうグラフを読み取るというところもですね、あのポイントになってくるということですね。ですから品質管理ではですね、デミングサークルと、それから管理するヒストグラムとか管理図だとか、ここにあるパレート図、まあ、こういったものをですね、図面で区別できるかというところがポイントになってきますね。それでは続いて今度は安全管理といっていきます。安全管理ね、4つ目です。安全管理、まあ、安全管理ではですね、あの墜落災害だとか、それから飛来だとか、まあ、そういう問題が一番たくさん出てくるわけですね。でその中の一つとして、まあ、こういったような、まあ、作業床の構造というのが出てきます。例えばあの手すりっていうのは高さはですね、墜落しないために手すりは85センチですよということで、作業床には手すり85センチ、例えばこういうところ手すり85センチとかね、あります。それから踊り場といって、荷物を持ち上げるときにね、連続して登っていくの重いですよね。だから普通これを8メートルを超えるときは7メートル以内に1箇所ずつ踊り場を設けてくださいよとかね、まあ、そういうルールがあるわけだから、ね、8メートル以上となる上り桟橋には7メートル以内ごとに踊り場を設けてくださいよと、まあ、ここですね、まあ、こういうようなこと。それからここの勾配ですね、これはだからここの勾配が30度を超えるようなときはこれは階段にしてくださいと、これあの斜めの斜路にしちゃいけませんよとね。で15度を超えたときは踏み算をつけてほしいと、まあ、こういったようなところがあの構造的な数値、そういったものがこの安全管理上ちゃんと守れてるかどうかということを、まあ、確認するのが管理技術者の仕事だからね、まあ、こういったところを注意していく、これがポイントになってくるよと、こういうことになります。では続いてですね、今度はこの工事管理の方ね、これについていきましょう。で工事管理ではよくですね、この配管の指示のところね、これがより出たり、それからあとあの継ぎ手のところですね、まあ、こういうところが大体よく配管の工事のところは問題点として出てきます。で例えば、こういったね、複式の継ぎ手ね、複式 の, あの伸縮管の次、まあ、熱意なんかに対応するわけですね。それからあのこちらでまた複式出てきますね、まあ、こういったような複式と単式と2つあるわけですね。で例えばどういうふうになってるかというと、ポイントとして出てくるのはですね、例えば複式の方は要するにあのここのですね、伸縮継ぎ手管を固定する。でこっち側は、ね、単式の方はね、片一方だけあの伸びていく方は、これはですね、あの固定しないで固定端とそれからガイド側を設けるね。複式の場合は両方とも伸縮しなきゃいけないので、両方ともガイドが設かってるとね、設けられていると、まあ、こういうことでポイントはですね、複式の場合はこういったような継ぎ手管を固定する、こっち側は固定しない、まあ、こういうところはですね、試験のあのポイントになっていく。だから複式は両側にガイドを設けるね、まあ、こういったところ。それからもう一つは、複式はあの両端を固定せず、ガイドとして本体をとにかく固定する、本体を固定する、まあ、こういうこの違いなんかが出てきます。それからあと出てくるのは、ここでよく出てくるのは、
空気調和のですね、冷温水管ですね、まあ、これのですね、コイルの下部からね、コイルの上部に抜けるということで、例えばこういった、あるとここにこう、まあ、コイルがこう入ってるわけですね。でコイルの配管まで下からこう上げて、でこれを通してこっちへ流すね、まあ、こういうことで配管はこっち側から流れてこっちへ出ていくと。でこれはコイルですよ。ということで、ここでこういう下から行くね、よけていく、これよけていきますね、下から上に向けて、配管をしましょうと、まあ、こういうところが注意するところですね。以上で施工管理について終わることにいたしましょう。